はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。まあ、今回はあのブラナイのね、ブラナイダッシュ対決で、まあ私と私皆さん勝ったんで、タチオが雑なトークということで、ナンバー11黒歴史ということで。2ポイントしか取れなかったからね。まさか。俺10ポイントなのに2ポイントっていう、ね。2ポイント。私もだいぶ期待だね。タチオの黒歴史を語っていただこうと。そういうことになりましたね。ね、うん、まあ、黒歴史っていうのは何かというと、うんうん、あのあれですよね、まあ、非常に残念な自分の中での歴史ということですね。うん、そうですね。昔やらかしたことやら。そうね、まあ、恥さらしみたいなところですよね。はい、はいはい、うん。なんで、じゃあそれをね、はいはいはい、やっていきたいと思いますんで。はい。はい。じゃあ、はい、お願いします。いや、まあ、いろいろあったんですけど、はい、なんかちょっと昔、うん、あのうちの会社に入る内定者時代の時に課題がありまして、うんうん、なんかやれっていう課題があってざっくり感するね、なんかやれ雑な会社が内定者時代遊んでんじゃねえぞとなんかやれとその間ね、そうそうそう、でね、パナイスとかもね、うん、同期だったんで、はい、みんないろんなことやってたんですよ、はい、で私はその中でやってた活動があって、うん、妹芸大なんですけど、うん、妹とあの日常を漫画にするっていう、はい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 、取り組みをやってたんですね。ブログみたいなやつで。もう怖いわ。そうそうそう。で、まぁ、あ、ちょっとうちの母親がですね、はいはいはい、知ってる方もいると思うんですけど、うん、結構痛い系というか、うん、あの噂には聞いてるんですけど、噂にはね、そうですね、すごい太ってって、うん、はいはいはい、で、すごいふてぶてしいんですよね、うん、生き物として、うんうん、で、どちらかというとね、うん、分類は、はいはい、で、かつその、すごいあのギャル、うん、ギャル文字を使う、ギャル文字を、ね、うんうん、そう、パッと見おばちゃんなんですけど、うん、ギャル文字を使う、うん、なんで LINE とかすごいギャルなの、今パッと見言ってたけど、じっくり見てもおばちゃんパッと見だけじゃないだろうね、きっとっていう母の生態を軽くまとめた漫画があるので、うん、それを公開しようかなと、あ、思います。気になるね、確かに気になる、気になるね。ただのね、誰が描いてるの、これパッチオが描いてるの、あのね、パッチオが絵を描いてるの、ね、パッチオは、全部流れとラフを描いてて、うん、で、それを綺麗に描いてくれてるのが妹です、ね、そうです、そうです、してくれるのが妹、うんうん、そう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 、ここでこういう風な感じで描いてほしいとかは私がやってるんです、はい、もうこれ、ね、ですね、もうちょっと今出てるすでにねけど、これね、プッカな母っていうタイトルプッカな母、プッカな母、やばいね。じゃあもう読んでいきましょうね、はい、はい、ママはブーブーであり、ついでにブーブークッションであれめっちゃおならするんですね。あ、そういうこと、はい、座るってことじゃない、そっちなんだ、はいはい、すごいね、これね、だいぶあのそっくりに書いてます。へー、はい、それなのに母はプッカプッカばかり食べるギョ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 、怖いよ、モザイクでしょ、これ本当に似てます。いつにもどこにもチョコを隠し持っているのだ、はい、ちなみに現時点で主な隠し場所は彼女の玉座の溝であることが調査の結果確認されている。でも母親にだけソファーがあって、あの一人用のソファーがハマってんだ、その玉座にいつもこう座り込んでその奥にお菓子が溝に挟まってる。それそれって書いてる。それ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 。なんぼでもそれそれ。そんなある日何を思い立ったか。母が誓いの書を書いた。これ、ね、直筆です。え、そうだ。うめえな、なんか。誓いの書。カータは、いや、自分のことカータって言うんですけど、カータはお腹をあと二回り小さくするために食べ過ぎを控えます。そこで人が寝静まった後にご飯やお菓子を食べないように心がけます。何を太ってんって話です。1ヶ月で5キロ減を目指しますよーだーって、もうすでにこのふてぶてしさが出てる。なんで最後煽ってくるの？ちょっとね、基本ね、あの反骨精神が、おデブの母よりというこの顔自体もだいぶね、あの反骨心が現れる。お母さんが書いたの？お母さん書いてますね。お母さんもうめえ、20話後しっかりの2段はい、でまあ一応ね、はいはい、若干ね、その著作権保護のためにね、ちょっと切ってる部分とかも下の方あるんですけど、なるほど、はい、で食べたら手を叩いてってその時言ってたので、うん、ある日ね、案の定ね、チョコやらプーカやらを食べるね、母の手をね、ペッメッ落ちてる、そう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 、なんか落ちてる、あ、よく売ってるね、四角いね、チョコのね、キャンディーみたいなプルプルってやつ、そうそうそう、いっぱい入ってるやつね、量のやつね、質より量のやつね、バン、そしたら、うん、するとどうだろう、グッ、何を言ってるんだ君たち
このプッカを買ったのはこの私だ。もう君たちのものを何も買わぬぞ。これはお母さんのプッカなのだぞ。お母さんやばいだろ。まさにこの 口調で言いました。まさにこの口調です。かっこ本気。なんでそれ縦にしてくるの。それに対してね、こう妹と私ですね。左がね妹で、右が私。ああ出たみたいな。ポカーンと妹マミコね、うん、で母はいずれガキ道に落ちる。もう落ちてるだろ。妹とこうね向かい合って言ってました。そう言うとパンパンポイ、お母さんはな、うんうん、もうこの体でチョンビをつぐとつぐのとんねや。と言い放ち、ふてぶてしくプッカを食べながら腹をパーンとね、叩いた。すげえ家だよ。お母さんちょっとサイズでかくなってんじゃねえ。そう、ほんとね、弁護士になればっていうぐらい、ああ言うたらこういう、そんな弁護士嫌よ。彼女の前世はプラトンだったに違いない。うめえ、プラトンね。うまい。くる。っていうようなね、でこんな母をね、せめてダイナマイトボディぐらいにしたいので、皆さん、サマーヘルプっていうね、はいはいはい、ヘルプ漫画を描いたっていう。なるほどね。はい。はい、いう感じでございます。はい、こういうね、母がね、黒歴史っていうか、お母さんの黒歴史だね、これ完全にね。いやー、強烈だったな。パチオケのね、パチオケのね、チブですよね。チブですね。お母さんのほぼ全容が明らかになってるもんね。ほんとふてぶてしくて、まあ、お母さん、そういうのとね、日々ダイエットに成功したことあるの。9キロぐらい痩せたことあるんですよ。すごいじゃん。そのね、あの、いきさつとかを書いてるまた漫画もあったりするんですけど、別のやつそう、ノリノリライフってやつ。ノリノリライフ。9キロ痩せてノリノリになってる。いつもね、あの、おばあちゃんからお小遣いもらいに、うん、なんか行ってたんですけど、うん、その小遣いをスッて引かれて、うん、あんたが痩せるまであげませんみたいな時にあったんです。その時にあの、お菓子を全部ノリに変えるっていう。で、6キロぐらいかな、7キロぐらいやってたけど、いい感じにまたリバウンドして、うん、今最大ですね。最大川口と同じぐらいあると思う。わー、0.1 トン。怒られそうだな、これ。怒られるでしょうね、お母さん。ギャル文字でライン君。ギャル文字でね、マジで。娘さんはこれで仕事をしておりますよ。何したんねんって言われた。はい、いや恐ろしい。いや、なんかさ、うん、それもその話もすごいけどさ、うん、完成度高すぎてさ、うん、すごいですよね。こういう感じ、普通におもろい漫画、うん、めっちゃおもろい。意外とね、日常が結構ギャグ漫画みたいな、ね、世界だったんで、それをね、ならギャグ漫画にしちゃおうみたいな漫画にしたっていうようなこととかを、内定者時代にこう自分を磨けっていう、まあ課題だったんですけど、うん、やってましたね。あ、なんか言われるの、この人事の人とかに、うん、あ、なんかアウトプットとしてね、言われますね。逆にパナエとか何してたの。気になり始めたの。パナエの黒歴史なんじゃないかな。ね、パナエはね、テルシとかもあって同じじゃないの。パソコン買ったって言ってました。何をするかはね、私にこれとあとお料理教室通ってたんですけど、はい、うん、自分磨 き自分に投資してんだよね。そう、投資ね。そう、確かにそういう使い方ですよっていう。パソコン買ったって、人卒だとね、それでいいんだ。何、そこから何したかっていうね。そう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 、あるよね。なんかテレビ番組とかでもあり、うん、ありそうだよね。なんかそれポッてあげるから、うん、何してもいいけど何するみたいな、うん、お前が何したかは見てるけどみたいな、うん、教えてくれみたいな、うん、そうね、いいですね。あるある。なるほどね。そんな黒くない。そうね、もう黒くない、ね、自分の黒さではないですね。自分の黒さ、人の黒さを売ったでしょ、今売ったね。切り売っちゃった、お母さんの黒さ。おかんの歴史を売ったね。やばい、おかん反撃してた。いや、でも昔の、例えばミクシーの日記とかね、うん、って、マジでやばい。やばい。俺もやばいと思う。いや、マジでやばいよ。やばいですよ。俺もやばすぎ、自分でやばさを自覚して消したもん、ね、自覚しちゃった。やばさを自覚して消しちゃったんですか。やばさを自覚して、アカウントを俺はもう削除、うん、誰も見えないよ。あ、そこまで行ったんだ。いや、もう、それを取っとくべきですよ、戒めとしてね。うん、そうね。俺はこんなにひどかったのかっていう、はいはいはい、覚えておいてもいいですよ、ね、確かに。その話するといろいろ思い出すよね。なんかどういう使い方してたんですか。俺は、なんかね、やっぱちょうどその大学生ぐらいの時で、うんうんうん、ミクシーみんなやってたのが、うんうん、ほんで、あの、まあみんな使ってたの、
うん、当時 LINE とかもないし、あ、そうね、そうそうそう、で、まあ、自分の日記とかでみんなやり取りしてて、はいはいはい、で、俺はでもどっちかというと最初はその友達同士でやってたの、学校の、うんうんうん、けど、だんだんさ、なんかこう知ってる人同士だと飽きてき始める。なるほど。で、ね、俺一気に、うん、俺多分ね、300人ぐらい増やしたら、なんかその適当に申請しまくって毎日を300人ぐらいになって、でも300人ぐらいになったら、もうどうなるかっていうと、うん、もう知らんやつからもめっちゃコメント来るし、はいはい、もうすごい賑やかになる、ね、うん、で、それに結構そのリアルの友達が置いてかれ始めるっていう、あ、逆にね、そう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 、バーチャル使いそうそうそうっていう感じになっていって、なるほどなるほど、そう、そして生まれた別人格がターザン・ババゾンである。別人格別人格ではないですけど、でもなんかその時はもうすごいちょっと中二病感漂ってたので、あ、日記とか、うわ、見たかったなそれ。なんでないんですか、なんかどっかに保管してたりとか。いや、もうないっす。でもなんかその、でも今日なんか掃除してたらなんか見つけたみたいな、うん、いや、ない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 、あれ、ないないない、書いてたよ、ね、なんかツイッターに上がってました。あのメモ帳になんか他にも書いてない。あれは違う、普通にジェームの攻略メモをしてただけだから、うんうん、そこからなんか紐解いて思い出すことないんですか。すごいすごいなと思って、小学校の時のメモがあるなんて。実家じゃないのにね。そう、いや、だからそのうちにある机って、そのいつも動画とか撮ってる机って、うんうん、あれってその実家から持ってきた机なのに、あ、引き出しとかにそのまま持ってくるんですよ。普通に入ってたの、その昔使ってた、俺が中学生の時とか使ってたやつとかががっつり入ってて、へぇ、いいこと聞いた今、ね、いや、じゃあ、じゃあ、もう整理したから、もう整理したから、ね、いや、しかもジェームとかしか出てこないから。あ、そうなんだ、うん、あるんじゃないの。昔からゲーム好きなんだよね。そう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 、うんうんうん、まあ、なんで、そういうのがね、あったりとか、昔のセーブのやつとかでしょ、記録とか。そう、いや、でもなんかね、あの、でも俺ね、その大学時代も、まあ、ミクシーじゃなかったけど、うんうん、そのなんか記録つけようと思ってて、記録を、そう、だから この日何があったとかを書いてたりした、うんうんうん、この日教授にこういうこと言われてマジ腹立ったけど、うん、俺はそうは思わないみたいな、反骨精神ね、若さゆえのとかも書いてた俺、はいはいはい、これ今日何言われたみたいな、結構俺根に持つタイプだからさ、うん、そうだ、うちらのこのいつもの暴言もね、積もり積もってなんかもういつか爆発すんじゃないかっていうね。そうそうそう、カラオケボックスに置き去りにしたあの夜で、じゃあそれはだって俺の黒歴史じゃないでしょ。すごい昔。じゃあそれ、その話するとさ、誰の黒歴史か分かんない。じゃあそれは、じゃあその話は、あの、一回ね、その会食みたいなね、うん、のがあって最初の最初の方に会食みたいなのあって、うんうんうん、ほんならその尾形先生とかね、うん、あのあか、まあ、目黒さんとかも行って、懐かしい、で、パチオとかも行って、そのあれさ、あれでしょ、うん、そうそう、ババゾノさんが予約してひどい店だった時です、うん、あ、そうか、大塚さんとかも行って、ほんで、あの店ほんとすごかった、ほんとに、ほんで、驚くべき店だった、あれは、あれ黒歴史だよ、うん、それはもう、もう後世まで語り継ぐべき、サイトで見たら、もうなんかグータンヌーブ出てくるかのような、なんか水槽があり、なんだりみたいな店で、うわ、これめっちゃいいなと思って予約したら、うん、まあ、行ってみたらもうえげつない部屋で、うん、あの、もうすごい狭いし、うん、そうでしたね、もう壁薄いし、あとあれ4人の個室みたいな感じだったんですけど、うん、そこに8人ぐらい入ってました、うん、そう、なんかすごいキュッてなって、ガタガタになってて、うちとババズフっていう、机なかったし、下っ端のところの前には何もない、そうそう、道だったよね、そうそうそう、ほんで通路しかも木村さんもいたんだよね。木村さんも、木村さんもいましたね。プロデューサーいて、うん、まあ、でも木村さんは木村さんであの感覚を楽しんでた感はあったからね。そうね、うん、なんかうどんにただ単に醤油をかけたみたいなやつ、ね、創作料理ってやっぱね、響きいいけど、そうね、やっぱ何を創作したか分かんないから、すごい創作だから、ね、いい、渋谷とかにね、よくある多いから、ね、その昔カラオケボックスだったのを改装したみたいなね、犬の部屋みたいな感じの雰囲気、イケてる雰囲気の写真をね、ブログに、ブログさんにホームページに載せてるというね、そうそう、気をつけて、うん、で、その流れで、まあ若者でね、うん、カラオケに行ってきたらいいじゃんみたいな感じで、うんうん、行ってこいよみたいな感じでメゴさんが押し出していってそう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 、ほんで、あの、うん、渋谷のパセラね、うんうん、パセラにぶち込まれて、で、3人でね、尾形先生で、尾形先生と俺とパチオで行って、うん、そう、そう、で、まあまあまあ、ちょっと多少歌ってたわけですよ、うんうん、ちょうどワールドカップ、サッカーのね、ワールドカップやってた時期に、そうね、で、例えばねカモメが飛んだとか、オリオンをなぞるとか、オリオンなぞったりとかそうそう、わーわー歌ってて、うん、ほんならちょっとこう、あれなんか盛り上がったんだよね、うんうん、で盛り上がったのをこうね、うん、
こう見せびらかしてたら、うん、何してんねんみたいな。あ、そうそうそう、ここから私の黒歴史です。そうそうそう、なんだっけ。あ、そうそうそう、イエーイっていう写真を上司がいる LINE の、ね、グループに、ね、部署のグループにね、そうそうそう、送ったら、うん、何しとんねんと。そうそうそう、君はね、その、うん、みんなの前に出てくる人だから、うん、そんなことをしていてはいけませんよみたいな。まあ、当時まだやっぱペーペーですからね、うん、まだね、全然ね、まだまだもう初めてそんな間もない。刺身さんから、私が最初いた頃ですかね。まだだから4月とか、うん、なんかね、肌寒いぐらいの時期でしたね、うんうん、で、それで怒られて、うん、で、ちょっとシュンってなって、シュンってなって、でも帰りますみたいな。帰りますね。そしたら尾形先生も、あ、じゃあ僕も帰りますみたいになって、うんうんうん、で僕も余裕で終電逃してるからいや、帰れるようにも帰れなくて、でも朝まで一人で結局その部屋であのサッカーを見続けるっていう、ワールドカップやってて、マジで地獄のような時間をワールドカップ見続けてる、ようわからんその国の試合見るっていう謝っとこう、すいませんでした、ダブル黒歴史、すいませんでした。そう、あれね、マジ恐ろしい。いや、あれやばかったね、そんなことが。本当ですよ。あったね。だってね、今でもだって俺、うん、初めて、うん、その姉さんと課長が来た日のことを覚えてる。どこに？ファミツァ。そう、ファミツァの建物。ファミツァさんに、エンタブレインさんに、かつての。尾形先生と？そうそうそう。当時ね、うちも覚えてる。当時渡辺ビルっていうね、まあ、僕らエンタブレインが、そう、半蔵門のビルで、うん、そう。で、その時に僕も打ち合わせにね、呼ばれて、うんうんうん、僕だってお茶出したから。あ、そうでしたね。そうそうそう、まだ入って間もなかったもん。間もないっていうのを聞かされて、うん、めっちゃ年上だと思ったら、うん、年下で衝撃を受けたの。年下だ。そうそうそう。あの時はね、うん、そう、笠井さんですね。そうですね。笠井さんが内田さんに出てて、はい、俺も一緒に出るって。懐かしい、ね。懐かしいですね。尾形先生もね。尾形先生初めて会って。確かにそうです。そこで初めて会った。私初めて会った。私は事前に会社で何度か打ち合わせとかして、うんうんうん、絵の依頼とかしてたんで、あったんですけど、ね、そこでね、そうそうそう、確かにね、尾形先生のね、あの、うん、書いた漫画とかも持ってきて、あ、そっか、そっか、こういうの書いてますみたいな話をして、うん、なんかモンコマの話とかね、なんかもらってたんですよね、なんか書き下ろしたやつ。そう、なんで覚えてるの。なんかいいな、あ、仲良しなんだ、いいなって思った覚えがある。そうなんだ。あ、ね、オリガの、うん、あ、オリガ絵を確か書いてくれたというか、多分私に書いてくれたっていうよりかは、うんうん、書いたやつをじゃああげますよみたいな感じでくれたんですよ、尾形、うんうん、先生が、うんうんうん、未だに私は覚えている、うん、私も覚えてます、うん、でなんかちょっと意外と尾形先生って人見知りなんですよね、うん、あ、そうです、そうです、そう、なんかだから、うん、初対面の時に目も合わせてもらえなくて、そうそうそう、なんかこのジャージの人うん、うちのこと嫌いなんかなって思ったね。なんかちょっとね怖いのかなとかね。確かに打ち解けるともうなんかオープンソースみたいな感じになるのに、イエモンみたいなジャージ着て、しかもちょっとやばいし、ね、それで来るんだ打ち合わせみたいな。漫画買ってこうなんだなって思って。確かにね、こう本当にね、もう絵に描いたような漫画買ってみたいな感じだったな、うん。ね、懐かしいね。いいほっこりしたね、なんかちょっと。そっか、あの時が。ババゾフとも初めて初対面、そうそうそう、うん、懐かしい、ね、すごいもごもご喋る人だなって思った覚え。いや俺もさ、そんなんね、会ったことないしさ、うん、多少緊張するじゃん、うん、そうね、やっぱします。いやでもまあ俺は緊張してる風ではなかったと思うけど、うん、いや全然風ではなかったですよ、ね、うん、重鎮の匂いしかしない謎のベテラン種、なんだこのベテランはと思って新人かなっていうか、ちょっと笠井さんからちょっといじられてる感じがすでにあったから、そうですね。まあでもまあでもそれから考えるともうだいぶ長いからね。そうね。でもそのところターザン、ババゾンのターザンはなかったじゃないですか、多分。あ、でもその時確かもう、うん、その部署の先輩方がつけてくれる候補がいろいろあるんだけど、うんうん、ババゾンさんはいや俺はターザンがいいみたいなんで、はいはい、跳ね返してたって話を聞きましたけど。いやいやいや、そうなんですよ。だからあれはちゃんとその自分でこう主張する形ってあんまないんですけど、うんうん、基本的には周りがつけるんですよね。周りがつけるんですよ、本当に記者名編集のそうそう、うん、なんていうのそのね、編集部のニックネームみたいな、ね、こういうちっちゃいやつ、うんうん、二等身、そうそうそう。でもあれが僕はでもこうやっぱこれがやっぱ変なのにしたくなかったから、うんうんうん、主張し続けて、うんうん、あのご利用してつけたっていう、他の候補何があったんですか。いや他の候補もう覚えてないけど、うん、普通にもうなんかもうジャイアント馬場園でいいんじゃないかとかなんかそういう感じになったからなるほど、あ、これやべえなと思って、やべえなと思ってちょっとターザンを読んでるからターザンにしようっていうのを、うん、だから動画でそれこそモンストの動画とかでゴリゴリにやり続けたから、うん、なんとか浸透した、うん、なるほどね。もう
既成事実としてね、もう俺もう自分で言い出されないように、もうね、それにしよう、はい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 、意外と作詞ですな。そうですな、どうしてもターザン、ジャイアント嫌だったの。それならターザンがいいな、安直だからね、安直か、ちょっとこうターザン、確かにね、検索した時とかにね、そうそうそう、あの SEO 的に良くないか、うん、ジャイアントババさんしか出てこない感じ。確かに確かに、そうそうそう、ちょっとね、大御所すぎて、そうですね、ババさんに負け、ジャイアント、そう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 、ジャイアントババさんからのインスピレーションだった。そうそうそう、まあ、ババゾンって言ったら今のところアジアンか俺しかいないから。確かにね、確かにね、ね、目立ってるところ、うん、確かにババゾンって一発変換で出ないなって、そうそうそう、ババエンとか出ないと出ない、ババエンとかね、そうそう、そのとかね、しないと、うん、YouTube でターザンって検索しようとすると1個目ぐらいの候補にターザンババゾン出るんですよ。あ、マジですか。じゃあ YouTube 上では強いね。そう、よかったよかった。ターザン業界の YouTube 業界ではもう YouTube ぐらいはちょっと狭いわ、勝たしてほしい。なんか狭い狭い狭い、うん、特化してるね、特化してるね。ターザンで検索しても出てこないですよ、うん、あのあた映画ターザンとかが出てきちゃう。だってさ、 iPhone でターザンで検索するとなんか違う人出てくるよね、なんかその、候補になんか。あ、そうなんですね。そうそうそう、なんでまあ、ちょっとターザン業界を盛り上げていきたいね。そう、狭いですけどね。カルパッチョ業界を盛り上げてるから。盛り上がってないと思うけど、刺身業界は。結構広いんだよね、刺身は。刺身のね、SEOはなんかね。刺身、もともとそれこそミクシーのニックネームが刺身で、うん、会社でもその木村プロデューサーとかにもずっと刺身ちゃんとかって呼ばれてたんで、その流れで、もうじゃあ刺身で出ればみたいな。いいっすよ、いいっすよみたいな。ノリと勢いで決めちゃったんで、うん、刺身で検索してもね、本当に、ね、一向に刺身しか出てこない。刺身美味しかったみたいな。いくらね、エゴサーチしても ね刺身しか出てこない。自分のが引っかかってない。出ないですよ。刺身サーチしちゃう。刺身サーチ。美味しそうなものがすぐ出てくる。美味しい刺身情報が。つらい、つらい。それはそれでいいけど。懐かしい ね黒いのか分かんないけど、うちらの歴史だね。そうそうそう、確かに ね、うん、ね、いや俺もね、やっぱここまでね、やっぱ自宅に突入するぐらいまでになってね、よかったと思う。本当ね、確かにこうなると思わなかったよ ね初めて会ったあの日からね、おい、まあ空いてる、飲みに来やみたいな感じになると思わなかった。お友達になっちゃう。唐突にサムジョクサル誘われて、あ、行けるみたいな。カラオケ持っちゃうしね、またね。ね、今度は、今回は置き去りにしなかったの。今回は置き去りしなかったね。置き去りしなかったけど、俺の方が終電があって先に帰ってくる。そうそうそう。ベビーちゃんと3人で大人になりましたね。そうそうそう。あのね、ホワイトアッシュ。